どうもこんばんは、花根山さん、速稼塾の久保です。そうですね、まあ動画を見せていただいて、まあいつもね、私もね、花根山さんの動画更新されるの楽しみに見てるんですよ。で、この売人久保哲郎シリーズね、まあやっぱり私のシリーズ作っていただくのありがたいですよ。で、意識していただいたりとかね、まあためになったと言ってくださると、うん、で、まあいろいろとお話聞かせていただく中でね、まあ、来年の花よりもさんのポジションなんですけども、まあぜひね、100万円の商品を売れるようになってほしいなと思いますよね。100万円の商品はね、私がね、実はね、3年かかってたどり着いた価格帯なんですけども、やっぱそれまではね、50万とか60万止まりだったんですよ。で、100万っていうのは一定のちょっと抵抗がありましたね、私にはね。ただやっぱり100万っていう価格をつければ、100万を払ってくれる人は確かにいてですね。で、もうその時は12人の方を招待して、意識の高い実績を出されている方を12人招待して、で、その方たちに、100万円のセールスをしたんですね。12人中6人が購入していただきまして、3時間のセミナーだったんですけどもね。で、もうはっきり言って、そのセミナーに来る時点で購入は決めてたらしいんですよ。だから、まあ、そういうもんなんでしょうね、きっとね。で、私も全部こう体をね、全部晒しながら、腹を割りながら2013年からやってきて、で、自己破産をしたっていう経験はないですけども、ただね、やっぱ破産同然でやってきましてね、やっぱ個人の債務としてその3000万以上あったっていうのは、その家一軒買うぐらいのものですからね、まあ、そっから這い上がってくるところを地域の皆さんが見てらっしゃって、その見ていて、私がこう急角度でね、人生転換しているところを毎日のようにその変化を見てくださった方が私についてきてくださったということでもあるんですけども、今はね、じゃあビジネス芸人でやってないのかっていうと、多分ね、もう私の場合は今日が最も最高値なんですよね。そういうふうにセールスだけをやっていた時期、ビジネスだけをやっていた時期から比べて、私はそれ以上のビジネスモデルも作ってるし、しかもそれがね、セールスをしてるというふうに全く思われないというかね、セールスのためのセミナーなんて全くしてないのに商品は売れていくし、そして肝心なことに、商品を買った方がね、自分の望んだフェーズで、その収益とか自由ってのを手にしてるということなんですよ。で、これがなんでそれを言えるかっていうと、私は例えばね、月収100万目指す人には月収100万のその暮らしを、ね、与えることができるんですよ。ただそれを受け取ってできるかどうかっていうふうな、その力量とマインドセットの問題はありますよ。私が代わりにやるわけじゃないんでね、私は何をやったら月収が例えばプラス5万になるのか、プラス10万になるのか、プラス30万になるのか、プラス50万になるのか、これはお伝えすることができるんですけども、人にはやっぱりね、格ってものがあります、正直ね。で、格ってのは一生が決まるものではなくて、今月収30万だけど、これを50万にしていこうねっていうふうな、こう格付けをね、どんどんしていくことができるんですよ。ただその格付けっていうのは、本当にね、片足を失うぐらいの、人によっては走り抜け方をしなくてはならないんですよね。ここには個人差があります。どうしてもそれを叶えたいという物欲がきちんとね、明確にあれば、それは叶いやすいんですけども、できればそうなったらいいなという願望レベルだと、これはね、叶えるの難しいですね。これはね、恋愛にも言えるんですけども、絶対にこの人を手に入れようと思うと、それはなんとかなるんではないかなって気はするんですよね。まあ、これをどう捉えるかっていうのは人それぞれなんですけども、確信に触れることを言えばですね、欲しいと思うものは必ず手に入り、できれば欲しいと思うものは、まあ高い確率で手に入らないということなのかなと思うんですよね。まあ何を言ってるかだんだんね、分かんなくなってきましたけども、私自身ね、花龍馬さんとこうやってキャッチボールをしながら、感じることがあったりね、それから逆に私の方が火をつけられるところがあったり、片っぽではね、その速稼塾ってものをもっとね、もう目に見える稼ぎに特化させてもいいのかなと。要するに、以前私がね、2016年ぐらいまで、17年ぐらいまでやっていたような、そのまさに早く稼ぐ塾みたいなね、今私はですね、求められるままに、こう求めてくる人には求めるだけの課題を与えます。例えばこう
何神童花井龍馬シリーズみたいにこのキャッチボールをやると稼げるんですよね。もちろんただやっただけじゃダメですよ。で吉谷さんを見ていただいてもそうだし、それ最近でしたね、松潤さんを見ていただいても分かると思いますし、暮らしは変わっていってその人の望むような生活になっていくんですよね。稼ぎたいと思う人には稼ぐためのメッセージのやり取りをしますし、どんな返信が来るかっていうのはある程度私が誘導して、言わせることやらせることによってマインドセットを構築してるわけなんですよね、まさに。でこの神童花龍馬シリーズっていうのはもう100話が目に見えてきたんですけども、この0話からね100話に至るまでにかなり花龍馬さんの暮らしは変わってきて、販売する価格帯もこれ変わってきてるんですよね。でこれはね、年が変わるからそのきっかけにっていうところもあるんですけども、私なりにね花龍馬さんのマインドセットを誘導して一桁違う商品をね、一桁上の商品を作ってもらうように去年から仕込んできたところであるんですよ。低価格もしくは無料のもので、そこそこの金額、高額のもの、この3つを去年の今頃お伝えして、花山さんはそれをね、まあ、ある意味で真に受けてやってくださったんですよね、うん、で真に受けてやってくださるっていうのが今度は私に対する教育になるんですよ。やっぱり響く人っているなと、それは熟成だろうがそうじゃなかろうが関係ないと、無料の動画でもきちんと育てる人はいるし、有料でもダメな人はいると、そう考えると私はね、コンテンツっていうのは有料じゃないと人はやる気にならないっていうふうに単純にはそう思えないんですよ。無料のものでもきちんとそこから有料のものの価値を見出せる人、やらないと損と思える人、これをやればいいんだっていうふうに見分けれる人は勝手に育つと思うんですよね。で残念ながら強制的に育てないといけない人っていうのはいるんですよ。でそういう方にはですね、苦しい支払いの思いをしていただく必要はあるかなと思うんですよ。でどのぐらいの支払いが苦しいかっていうと、その人次第なんですよね。だから中にはね、30万とか50万って金額を我慢できる人もいるんですよ。そういう人は30万50万で痛みが伴わないんでちょっと厳しいのかなというところありますし、自分を追い込む意味でね、中にはやっぱり速稼塾入塾するときに頭金3万ではなくて100万円パシッと払って、自分は100万円なんて簡単に稼げる、そんな腹をくくりってビジネスを手に入れるために速稼塾に入るんだから、その100万っていうのはそんなに高い投資だと思わないというふうにね、払ってくださるんですよね。まあその方はやっぱり急速に利益出せるようになりますよね、うん、でここまででね、ちょっとまとめなんですけども、花龍馬さんは19万8000のコンテンツ作りました。まあ私もね、今は30万の速稼塾がまあ唯一の商品と言ってもいい、でサブの商品がちょろちょろ出たりするんですけども、まあけどね、共通していることは、一体ねいくらを稼ぎたくって最初の出費としてその塾の費用を払ったんだってことなんですよ。19万8000円が高い、30万が高い、50万が高い、100万が高いって感じるってことは、その金額を稼ぎきる自信も欲望もないってことだと思うんですよね、うん、だからこの今のね動画を見て気づいてほしいんですよ。私は会社を最初作るときに、例えば一つの会社ね、150万の初期投資をかけるわけですよ。150万いろいろとね、で従業員の給料、ランニングコストが毎月250万かかるとするじゃないですか。そうするとどう考えても年間で4000万ぐらいは必要なんですよ。4000万ぐらいは。で私は1億円ぐらいの売上の会社を作ろうと思ってるんですよね、そういう時。そうすると差額6000万、税引き後3000万残り、何かにつけて残り1000万みたいな感じで、年間の役員報酬、まあ私の給料ですけどね、これ1000万っていう計算になるんですよ。そうしたら初期投資高いですかね、150万スタート、ね、150万でスタートして1年後には1000万が利益として残る、そして何人かの従業員さんに給料が払えて、納品してくださる業者さんにもきちんとキャッシュフローを起こせて、みんなハッピーなんですよね。だからそういうものを作るために事業っていうのはあると思うんですよ。まあ今は私一人でやってますけどね。ですね、花井龍馬さんね、そんなに気負わなくても大丈夫ですよ。花井龍馬さんがコンスタントに利益を上げて、自分の花井龍馬コミュニティをまたね2021年間コンスタントに運営することが、その周りに連なる人を、皆さんをね、豊かにすることにそのまんまつながるんですよ。もちろん私も花井龍馬さんが儲けると私も儲かるわけですよ。なぜか儲かるんですよ、ね、花井龍馬さんと私のやり取りがきっとですね、一助となって、まあ、花龍馬さんのビジネスのネタになるというふうに見抜ける人は速稼塾にも関わりを持たないといけないじゃないかということでね、私がセールスせずとも
速稼塾の参加概要を見せてくださいっていうふうになるわけですよね。これは私は予言します。2021年、稼ぎたいなら花屋龍馬のコミュニティ入るのも当たり前だけども、速稼塾も無視しちゃダメですよってことですよね、うん、ということでね、私にも花屋龍馬コミュニティが必要だし、まあ入らないけどね、入らないけど必要だし、その逆もまたなり、結構いいペースでやっていけるでしょ、ね、で私は花屋龍馬さんが1日に10分とか15分ぐらいのこの売人久保哲郎シリーズの動画を出してくださることが、花屋龍馬さんの全てをね、一時が万事どんなコンディションなのかを知ることができるわけですよ。だからこの毎日の動画は15分10分ぐらいでしょうけども、これはね、花屋龍馬の24時間を集約した10分とか15分になってるんですよ。私はそれを引き出して見抜いて咀嚼する受信力が私にはあるわけなんですよね。でも花屋龍馬さんの動画は私以外の人も見てます。さあどのぐらい引き出せるかなってことなんですよ。私ほど引き出せる人はいないと思います。これははっきりと言います。当たり前です。私は受信力のプロなんで。じゃないとあらゆる情報から価値を取り出して、それを再構築してアウトプットするなんてゲートはできないですからね。いわゆる情報で稼ぐことはできないわけですよ。今回はかなり重要なことを言いましたけども、何いい気なこと言ってんだっていう方はそこで終わっちゃいますよ。やっぱりすごいなと思わないといけないんですよ、ここで。まあ私自画自賛みたいに聞こえますけども、私はね、客観的に見てこの今私が言ってることっていうのは、私が他の人でこのやり取りを久保哲郎花屋龍馬を見てるとしたら、こういうふうな評価をするってことなんですよ。これはね、まあやめとこうか、ここから話長くなりますんでね。まあでもね、本当にすごい関係だなと思わないと、もう情報を受け取る感度が錆びてるってことですよ。この神童花屋龍馬シリーズと売人久保哲郎シリーズ、このやり取りに莫大なエネルギーを感じれない。この動画のやり取り見てるだけで年商1000万とか2000万当たり前に稼げるぞ。いや、稼げる引き出し方をしないと、受け取り方をしないとなと、ぼーっとねこうやって聞いてただけでダメなんですよ。この私と花屋龍馬のこの一語一句にどのぐらいのねビジネスのセンスが潜んでいるかってことをよく捉えて見ていかないと、一語一句無駄にはできないということをね、今回お伝えして、うん、来年はですね、花屋龍馬というコンテンツを私はね作ってみますよあなたも花屋龍馬になれるっていうコンテンツを私が勝手に作るみたいなねすごいだろうみたいなそれはね、1年間みっちりとこの急成長した花屋龍馬株を、私なりに私が育ててきたという自負をもとにね、じゃああなたも2人目の花屋龍馬になりませんかみたいなね、そんなズバ抜けたコンテンツをね、2021年どっかでぶちまけていきますからね、覚悟してください。手数料は払いませんちょっとね、まあでもお礼はちゃんと、お礼っていうかね、何かの形でね恩返しはしますんで、というふうに花屋龍馬さんのコミュニティが育ってるのを見て、私もこう、ね、花屋龍馬さんのコミュニティに入ってないけども、そのコミュニティに入ったと同等のねすごいものをねもう用意できるということでございます、ね、これ鼻が膨らむぐらいちょっとね私はワクワクしてますよ。来年はそうかと、速稼塾に花屋龍馬というコーナーができるんじゃないかみたいなねまあ遊戯王転売はしないですけどもね、うん、私の得意なカメラでもやろうかなと思いますけども、まあ転売をやるかどうか分かりませんけどね、うん、転売っていうのは元資金がねいるんでね、所詮お金がある人向けなんですよ、まあ、特にカメラの転売は。まあ遊戯王カードとかはちょっと単価の面でそんなに大きな金額ねいらないかもしれませんけども、カメラの場合はやっぱりね安くて50万まあまあ150万ぐらいないとスタートできないんですよね。ということでね、まあぐちゃ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 と話しましたけども、今回はちょっといい気になって言わせていただきました。じゃあまた明日動画待ってます。いらっしゃいませ。